一発アウトだよね、警察に訴えられたのね。いきなりウォーター突っ込んできたの。え掘ってる時に掘ってる時に、なにって言ったら、うん、痛みマジでめちゃくちゃ強いもん。お尻って意外と痛くないですよね。いや、普通の人は痛いけどね。あ、そうなんだ。普通はみんな痛がるから、こんだけ痛がらない人珍しい。膝裏はちょっと痛かったかもしれないな。嫌な感じで。そう、うん、もう本当にお尻のもうケツの穴の周りまで入ってるじゃん。ギリギリまで、うん、入れたかったんですけど、うん、そういう時ってなんか隠したりとかするの？何にも隠してなくて、うん、どういう体勢で掘るんだ？そこむずいよね。俺掘ったもないけど、そこは最初、うん、まんぐり返しで。あ、そんな体勢で掘るの？最初はね、うん、で、なんか上の部分は、うん、四つん這いみたいな。へぇ、あ、そうなんだ。まあなんか健全な掘りしたのか、まあ別に安心だけど、ちゃんとしてないでしょ。いや、それが、あの、個人でやってるとこでさ、なんかあの、あ、マンションとかね。よくあるじゃん、マンションの、なんか2階の一室みたいな。ああ、とこで、やってるとこでね、あの、外にちっちゃい看板出してるみたいな。ああ、そういう感じ。うんうんうん。そう。でね、なんか急にね、筋掘りの時は大丈夫だったんだけど、2階目の時を、色入れの時に、急にロータ入れてきたの。え掘ってる時に掘ってる時に、え、なにって言ったら、うん、新品だから新品だからって入れちゃダメだよ。なんか箱に入ってたの、確かに、うん、今出したばっかりだからみたいな、うん、って言われて、うん、大丈夫って言われて、うん、いやいや困りますって言ったら、うん、そういうの好きかと思ったって言われて、うん、やばくない？やばくない？だからちゃんと掘ってくださいって言ったら、うん、いや筋彫りと違って繊細じゃないから、うん、ロータ入れながらでもできるよって言われて。やばいよね。え、その掘り師やばくない？そう、だから、そんななんか、ロータ入れながらでも掘れる。うん、ちょっと笑っちゃってますね、今。いや、ロータ入れながら掘れない。なんかいろんな人にやってんでしょって言ったら、うん、したら、いや、まだ3回目ぐらいだから。3回もやってるのか。だから別に従順だからみたいな。その掘り師ってそいつやばくない？そいつやばい、マジびっくりした。てかそれもはや俺からしたら掘り師って言ってほしくないんだけど、そんなやつ。なんか女好きみたいな。え、なんかそういうとこばっか掘ってるの、その人って。なんかね男性は、うん、なんか大きい背中とか、うん、長時間かかるとこしか受け付けてなくて、うん、女性だけはなんかそうワンポイントとかのそういう、うん、ちょっと際どいとこ、うん、胸とか、うん、あ、そういう下腹部とかに結構掘ってて、うん、そうインスタ見るとそんな感じ、なんか、ああそういうのが多いんだ。ちょっとチャラい感じ、うん、で、なんか掘り師は金になるみたいな。そんなこと書いてる？書いてる。てかさ、え、そこで初めて掘ったの？そこで初め、そうだね。てか初めて行ったところでそんなんされたらさ、そう、めっちゃマジ。だから今、うん、あの掘ってもらってるけど、どっちもちょっとカバーアップしてもらいたいなと思って。ちょっと嫌じゃん、そういう思い出が。だから嫌だよ、めっちゃ嫌だね。めっちゃ嫌でしょ。だからめっちゃかっこいいの入れてほしいなと思って。ああ、いる。え、ちょっと最低すぎるな、それは。そう、だからそういう、なんかね、個人的に、なんかお金儲けのためにやってるかわかんないけど、なんか、やっぱ、ポリシー選びって重要だよね。めっちゃ大事だよ。てか、そもそもそこ初めて掘ったじゃん。なんでここに、あれだけ見つけてくれたんだっけ？え、なんか、ハンデかっこいいなと思って。あインスタとかで？そう、インスタで見て、めっちゃかっこいいと思って。あ、それで来てくれたんだ。そう。だからいろんなね、ちゃんとした人も入れてるじゃん。うん、見て、おん、なんかさ、でもうまい掘り師さん、まあ日本いっぱいいるしさ、他にも、ね。あれだけど、でもさ、そういうやつ、うん、マジでいなくなってほしくない？そういう掘り師みたいな。そう、だからなんかは消したりする人も多いじゃん。ああ、そういう変なところで入れちゃって、ああ嫌な思いして消したりとか、まあなんかね、あるような気もする。やば、なんだっけ、ローター掘り師てか、そんなやついるからさ、なんかちょっとね、そういうとこ怖いなって思っちゃう人もいるしさ。危ないよ、本当に、ね、うん、一番俺そういうのそういう店なくしていきたいと思ってやってるから、マジでその掘り師ムカつくんだけど。だけどそのうちそいつ訴えられそうじゃん。いや、ほんとそう。だからその時訴えとけばよかったなと思って。その時さ、なんかさ、まさかそんなことになるとは思ってないから。しかも怖くて言えなくない？
だってさ密室じゃん、鍵閉められてて、うん、その時さなんかしたら危ないしさ、うん、あんま大ごとにしたくないじゃん。確かにそれなんか無理やりされても怖いしね、うん、そうだからその時さうちもさあの、うん、彼氏とかもいるからあんまそういうのバレたくないじゃん、うんうん、っていうのもあってさ言えなかったけどさ、うん、なんか今なんか自分成功してるみたいにちょっと調子に乗ってるからああちょっとちょっと痛い目にあってほしいって。いや、あるんじゃないそのうちそういうやつね。そんないろいろやってたらね。だって3人にそういうことやったんや。3人っていうか多分もっとやってるよね。もっとやってると思うんだよ。しかもそれが、うん、私が入れたのが、うん、もう何年前だ30年ぐらい前とか。あ、そうなんだ。そうだから多分その間にも被害者がいると思うんだよね。うん、うん、あ、そういうことだよね。うん、やばっ。なんかちょっと被害者の声を上げて撃退してほしい、うん、言った方がいいよね普通に。それは、うん、でも言えないんだろうな。言えないんだろうな。なんかでもなんかえ、てか誰にも言わなかった今までそれ。言ってない言ってない言ってない。友達にも言ってない。え、たまたま俺がそうそうだからそう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 、そう彼にも何も言ってないし何も誰にも言って誰にも言ったことない。なんか被害者が増えないことを願う。そういうことだよね、本当に。本当に。だって普通の言えないでしょ、マジで怖くて。ねえ、女の子多分びっくりすると、すると思う。うん。なんか、堀市って、医者とかさ、うん、お医者さんにさ、うん、じゃあこうしてって言われたら別に、ね、先生って感じじゃん、堀市も。だし、こっちもね、そういうとこ入れるの初めてだからさ、こういうもんなんだって思っちゃうでしょ。うん、しかも最初なんか後ろ向いてたから、全く。もう、わかんなかったよ。いきなりいきなり。いきなりローター出してて。そう、ローター突っ込んできたの。突っ込んできた突っ込んできた。で、やめてくださいみたいな。そう、一発アウトだよね、警察に訴えられたのね。3回やってるから大丈夫って。そいつの考えがマジでやばい。そう。うん、まあでも、絶対まあ、そのうち。ここに来てよかった。もういや、ね、いやだってもう結構通ってるよねここね。確かにもう長いよね。長い。いやよかったわ。だから安心して通ってください。安心して通います、うん、なんか前俺なんか TikTok とかに書いたんだけど、うん、どこ掘ってても胸掘ろうが別に陰部の近くってやろうが、うんうんうん、なんかもう入り込むから、うん、集中したら何も思えないんだよね。エロいとかね。そうそうそう。だからなんか言葉でTikTok に書いてもいやそんなもんないですよねとか言う人もいるけど、うん、ぶっちゃけマジで入れ墨って超集中するし、うん、しかもアートとして見るから、うん、それがどこだろうが何にも思わないんだよ。思えないんだよね。失敗もできないしね。そうそうそう、うん、だからそんなエロいこと考えながらやってるそのローター掘り師マジで俺からしたらマジで逆にすごいわ。すごくない？両方に集中してるってこと。同じとこ。そうだね。ある意味プロフェッショナルかもしれない俺より。2つのことに集中できるわけだ。うん、そう。まあまあ安心して来てください。うん、わかりました。